C の越郎は、日本の社会運動家。1950年代分裂時の日本共産党で、臨時中央指導部議長を務め、後除名された。中国両寧省部巡視生まれ、本名は部、筑法大公出身の労働者であり、当地で労働葬儀を指導。1932年逮捕され、懲役5年。1942年日本共産党に入党。 後逮捕、東国。1944年1月、東京、中野の東京予防抗菌症を出所。同所には、椎野の他徳田九一、賀義尾、西沢隆志田修雄らも入所、等の国内細胞が作られていて、出所時の徳田からの指令は、どんな情勢になるかもしれないが、連絡が取れるようになったら直ちにその任にあたれ、であった。 1945年8月、鹿児島県の鹿野ヤ航空隊にいたシーノは、敗線の方を聞くと直ちに、府中の東京予防交近所の徳田に面会。同年9月、徳田と賀の手になるダグラス・マッカーサーゲンスて、政治反則時釈放を求める英語の文書を、横浜のソビエト連邦代表部に持って行き長時間、待たされたが受け取られず、連合国軍。 最高司令官総司令部隊的情報部のジョンウェイ・ーマーソン政治顧問に届けた。同年12月、東京、日比谷の GHQ 本部に向かって政治反釈法を求め、人民解放軍万歳を叫ぶデモ隊の戦闘に立ち音頭を取るなど、極中の党幹部の釈放に尽力した。1947年の第23回衆議院議員総選挙で、福岡4区から、 日本共産党公認で立候補したが落選した。1950年1月26日、宮本賢治に代わって、党党政委員会議長に就任。GHQ によると中央委員の公職追放後、徳田良が地下に先行、中華人民共和国にわたって、北京機関を組織すると、国内の党責任者として6月7日、党臨時中央指導部議長に就任。 非公前活動を指導。1958年7月4日、規律違反と腐敗行為を理由に等を除名された。ありがとうございます。